こんにちは。スタジオアピール心理の子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは大自然の遊び方です。ここ最近ずっとの興奮と抑制のバランスが大事って話をしてて、実はこの興奮っていうのは動的興奮もあれば静的な興奮もあるんです。まあ、動的興奮で言うと分かりやすいのが今まで話したじゃれつき遊びとか相撲とか、もう見ててみんなが活発に動いてるから分かるんですが、静的な興奮っていうのは例えば本を読むとか自然の中で観察するっていうのをドキドキワクワクするわけです。その時にも子供ってはすごい興奮状態になるわけですね。ただこの自然観察っていうのもせっかく大自然があってもそのままにしておくと子供って自然で遊ぶこと今わからないですから、やっぱ寒かったらゲームを家の中でしちゃったりとかする、カード、今カードゲームとか流行ってますからね、カードゲームとかしてしまうわけです。である地方ではこのふるさと学習って言って、おじいさんおばあさんたちが例えば村の中でこの川ってのはどんな生物が住んでてっていうのを話をしてくれたりとか、あのお米の収穫の仕方を教えてくれたりとか、自然の中で遊ぶやり方とか観察の仕方を教えたところ、子供って火がつけば一気に行くわけですよね。ですからそこで自然観察っていう性的なワクワクが増えていて、その地方はですねとてもまあ脳的にもいいと、まあ、勉強の結果も出てるっていう結果が出てます。ですから環境って与えただけじゃダメなので、今の子供たちだったらその遊び方をちょっと火をつけてあげないといけないのかもしれません。大自然の中の遊び方、自然はそのままじゃダメなんですよ。ぜひ遊び方学んでみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。